第21飛行隊は、航空自衛隊航空教育集団第4、航空団霊下の飛行訓練部隊。松島基地に所属し、F-2B による戦闘機操縦過程の教育を行っている。第21飛行隊の前身は1975年3月31日、T-2 高等練習機2機を装備した、臨時 T-2 訓練隊であった。 1976年3月25日に臨時 T-2 訓練隊は臨時第21飛行隊に改編を経て同年10月1日正式に第21飛行隊として発足した。1982年1月12日から1995年12月22日まで同飛行隊内には T-2 ブルーインパルスを運用する戦技研究班が設けられていた。 現在は複座型の F-2B 戦闘機を使用しての戦闘機操縦過程の教育を行っている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波により第21飛行隊の F-2B18 機、第21飛行隊と第11飛行隊の T-44 機が水没した。 防衛省は水没した18機の F-2B の修理を目指して4月17日より修復作業に入り最終的に修理可能な13機を復帰させることが決定した。第21飛行隊は青森県の三沢基地へ移動し三沢移動訓練隊を編成し、他部隊の F-2B を借り受け飛行教育を再開していたが2016年3月20日に 修理が完了した、被災機6機を含む、計10機の F-2B の体制で、第21飛行隊を、松島基地に帰還させた。2017年度までに残り7機も復帰させるよう、修理を行い、2018年2月28日に、修復最終号機が、松島基地に到着し、修復作業を行った全13機の納入が、完了した。ありがとうございます。